はい、どうも、こちら、今回はまた逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、裁判したわけよ。元はといえば、このね、この第一スタジオの調査をしただけで、裁判に向かって、ふわっと終わったわけよ。あ、やべ、第二スタジオ調べてねえじゃん、みたいな。あ、他にも関係者いたじゃんっていう感じでふわっと終わった。ありえない。あんな雑な裁判ないだろっていうぐらいふわっと終わった。続きやっていこう。ああ、疲れたな、今日は。タラド君、ダメだよ、くつろいじゃ。ねえねえ、ニボサブさん大丈夫？とりあえず今日の法廷で話し出た人たち次第かな。監督とプロデューサー。そう。じゃあ、こんなところにいないで撮影所に行こうよ。いや、まず話そうぜ。どうしたらいいと思う？これから。どうするってさっきなるほど君が言ったでしょ。監督とプロデューサーの情報を集めようって。じゃあこんなところにいてもしょ お前 バカか。おいおいおい。何かを推理するにはまだデータが足りないな。昨日もそんなこと言ってたぞ。素直に何も思いつきませんって言えよ。データが足りないの。これ見ちゃったな。これ前回、たまたま見ちゃったんだよな。行き詰まっちゃってさ。あ、おばちゃんいない？誰もいないよ。おばちゃん捕まっちゃったから、あ、そっかそっかそっか。誰か代わりの人がいなくていいのかな。あ、台所の中におばちゃんの羊羹があるよ。何、腐ってんじゃないの？そんな目で見なくても。え、腐ってんじゃないの？ 草、鳥うるせえな。こっちだよな。こっちまで行って、第二スタジオね。あれ？今日は糸の子刑事さんいないね。あ、完全にフリーじゃん、じゃあ。そうだね。今日の裁判は大騒ぎだったから、きっと忙しいんだろねえ、なるほど君。今日の裁判で言ってた第二スタジオって、あの木が倒れてる道の方に行くとあるんだよね。う。あ、そんなこと言ってたね。監督さんたち今日もいるかもしれないよ。今がチャンス、行ってみようよ。いたらいたで困るくない？なんもねえな。何これ、なんもねえじゃん。ここ第2スタジオだよね。そのはずだけど、なんかすさびれてんな。あまりあまりスタジオって感じじゃないよね。確かにな。コテージじゃん。ザ・コテージだな。あ、コテージがあるよ。撮影用のセットにしてはしっかり建てられているな。なるほど君、本当にここスタジオなのかな。まずこっちから見ようや。なんか殺風景だもんね。スタッフ移動用の大型のライトバンだ。よく手入れされていて、免許さえあればすぐ動かせる。じゃあドライブしようよ、撮影所一周。免許があればの話だよ。うわ、なるほど君、免許持ってないんだ。その代わりにほら。こんなところで弁護士バッジ突きつけたってダメだよ。免許確かにね、持たない。便利だからね、公共交通機関が。最近取り付けられたらしい小さな焼却炉だ。焦げた煤がこびりついていて、あまり手入れされていない。なんか燃やされたんじゃないの、実は。大体こういうの時ってなんか燃やされてるような証拠。二 人で食事をした後らしい。皿の上には何も残っていない。あ、この人たちも食べたんだね。骨付きステーキ。洗えよ。証拠品だから仕方ないけど、洗えよ、お前ら。こだわるな、席に。そりゃステーキは別腹だから。でもなんかちょっと変だな。何が？違和感っていうの、なんだろう、この感じ。教えてよ。その違和感を教えて、違和感。何を根拠に違和感を覚えたか教えてよ。それがわかんないとさ。お！怪しいねよ、一本これ。あ、これが凶器じゃないの、槍。撮影セットを組むための資材みたいだけど。ずいぶん長いこと置きっぱなしになっているみたい。まるで資材置き場だね。爆発しそうだもんな、なんかドラム缶あるし。怪しいっしょ、これ。何やら花が咲いている。わあ、綺麗だね。ちゃんと手入れされてるよ。
あんまり近づくなよ。その鉄柵危ないから。いやいやいや、これよ。なるほど、なるほど。気づいて、これ一本怪しいやつあるじゃん。なんか、まあ、たまたまかもしんない。よく見ると建てられてから数年は経っているようだ。これはもうセットなんてもんじゃなさそうだ。まあ、綺麗だよね、割と。ねえねえ、なるほど君、入ってみようよ。怒られないかな。あれ、あ、あれ、影がかかってるよ。つまんない。じゃあもうなんもないじゃん。終わったじゃん。二日目終わったじゃん。誰かいる？みんな。あ、てか女の子いるんじゃないの？ここあんまり行きたくないな。まあ、そりゃ殺人現場だし。私、他のところに行きたい。やれやれ。まあでもそうだよな。確かに霊感が強いんだからな。じゃあ、スタッフエリア行ってみようか。あれ、あそこにいるのスタッフの子だよ。どれ？おーい。ほんとだ。あ、なんか、塞いでるじゃん。あ、あなたたち、ニボサブさんの弁護士さん。聞きましたよ。大活躍だったそうですね。いや、あは。でも、警備員のおばちゃん捕まっちゃったんですって。いやさっきおばちゃんから電話があったんです。とりあえずあの排水口の穴を塞いでおけって。あそこの雑。ものすごく不器用だな。あの、私ちょっと手作業は苦手でなんです。でも大道具や小道具の手入れとかしてるんでしょう。はい。でも手入れする前よりもひどくなったりすることが。まあまあ、気にしない気にしない、そんなこともあるって。そうですよね、私気にしません。気にした方がいいと思うけど。私これからおばちゃんの代わりに爪どころに入らなくちゃなりませんので、これで。そうなんだ、じゃあね。はい、では頑張ってください。特にこの子に関しては声当てる気ないからさ。もうほぼ変わんない、地声。今日の裁判で言ってた小学生の男の子って、この排水溝から入ってきたんだよね。らしいな、大慌てで塞いだってわけか。ね、ね、なるほどく。あの穴を塞がれちゃったら、その子もう入れないんだよね。まあ、そのために塞いだんだからな。なんかその子かわいそうだよね。じゃあ、またぶっ壊しておこうか。いいの、なるほどく。げ、本気だ。どうしよう。ぶっ壊す？でもさ、絶対この中に証拠あるって。この近辺に絶対あるって。ぶっ壊そうぜ。仕方ないな、じゃあ壊していいよ。うわ、なるほど君、いい人。そうかな。えい、ふう、これで子供たちも大喜びだね。やれやれ。なんかあるでしょ、この中。排水溝が壊されている。犯人はこいつだ。これで、これで子供たちもまだここに入ってこられるね。いいことをすると気持ちいいね、なるほどく。全然反省の色はない。調べろって、こんな顔。お前らさ。甘いんじゃねえ、調べろよ、お前、ここをさ。いや、これ同じだな、見たやつ。ってことさ。これなんかさ、あ。これさ、あれ、どうだっけ。あ、色か。ちょっと待ってね。これ、行こうぜ、これ。楽屋なんかあるでしょ。ん、これそうだね、事件が。事件があった日、トムサマンの着ぐるみ、ここにあったんだよね。煮干しさん、そう言ってたっけね。煮干しさんが昼寝してるのを見て、盗んだんじゃないかな。でもさ、もし煮干しさんが昼寝しなかったら、犯人はどうするつもりだったのかな。さあ、確かにな。なんかあるかな、怪しいとこ。でも基本的にはでも、バッグかな。じゃあバッグ行こうか。バッグだけだよな。窓も一応調べとく、もう一回。そうだよな。じゃあ、行かせてもらおうか。煮干しさんのカバン何が入ってるのかな。あ、
おばちゃんたちが意味そうな噂話のくだらない雑誌だ。こら、勝手に開けない。しょうもな。しょうもないなぁ、なんか。ん？どうした？あ、このお菓子賞味期限が今日で切れちゃう。食うなよ。ブツブツ、お菓子だって食べてもらった方が幸せなのに。あ、これも食べていいんじゃない普通に。まあでも証拠品、証拠品って言われたらそうだな。証拠品ってあったら、ダメか。なんもないじゃん。なんもなかったんだけど、マジで。しょうもな。じゃあ、ここじゃないんだ、山場は。あ、どうも。あはは、やっぱりその格好じゃ似合わないね。やっぱりダメですか。ミリタリールックのベストを着ているので、あるいはと思ったんですけど。あ、お前話そうか、そっかそっか。どう、撮影所の方は。警察の人がうろうろして大変ですよ。現場保存とか言って掃除もさせてくれないんです。おかげで事件の日のお昼ご飯の後片付けもできなくて。まあそうだよ。そういうことだよな、多分。洗い物しろって思ったけど。あ、スタッフエリアにあったあの骨の乗った皿。迷惑な話ですよね。ここにはよく子供たちが入り込んだりするの。数は多くないんですけどね。よく見かける子はいますよ。いや、本当にいるんだな。あれ嘘かと思ったけど。カメラなんか持って撮影風景を覗いているんですよ。警備員のおばちゃんも目を光らせているんですけど、やっぱり子供の行動力にはちょっと。今日裁判所で聞いたんだけど、事件当日ここには監督やプロデューサーもいたって。すいません。私は大道具倉庫の方にいたので見てはいないんですけど、どうもいたみたいですね。撮影所所長から口止めされていたので。いや、本当なんだ。じゃあおばちゃんごめん。おばちゃん疑ってごめん。やっぱり監督さんをかばったってわけ。監督っていうかプロデューサーの方かな。なんかすごいやり手のプロデューサーなんですよ。ほとんど潰れかけてたこの撮影所を立て直しちゃって、この撮影所にとっては神様みたいな人らしいです。怪しい人出てきたね、また新しく。プロデューサーか。なんかでもある？なんもないよな、別にもう。もう一回行ってみる？もう一回行ってみてなんか変わるかなっていう。あ、変わるそう。誰もいないか。あ、ガタッ。キャッ、なるほどくん。今の音何？コテージの中から聞こえてきたみたいだけど、中に誰かいるみたいだね。すみません。返事がないぞ。怪しいよ、なるほどくん。よし、入ってみよう。怒られないかな。あれ、鍵がかかっているよ。鍵一緒じゃん、やりとり。さっきもやったじゃん、このやりとり。鍵は？それはまあ正門前の警備のにあるんじゃないかな。冗談ためだよ、借りてこよう。貸してもらえるかな。まあでも変わったからね、今たまたまね、幸いにもあの子になってるから。じゃあこっそり借りていきますね、こっそり。あ、背残る中にのものには手を触れないでください。私、あのおばちゃんに張り倒されてしまいますから。コテージの鍵を借りたいんだけど、どうも今は無理みたいだな。無理とかある？無理とかある？無理も何もなくない？そんな無理って何？今は無理って何？これ、おかしいでしょ。今は無理って甘えんじゃねえよ。どうしよう。じゃあ、どうすんだろう。でもそしたら、調べようか。あ、違う、なんかないかな、一応。なんで？
いや、あると思うんだけどって言われてもさ、なんかじゃあ、なんか気引きつけさせるとか、なんかある？ないじゃん、もう。ああ、別れてたんだ。いや、でもこれ。じゃあ、留置行こうよ、とりあえず。時間稼ぎに。あ、なるほどさん。今日はありがとうございました。いや、運が良かっただけです。ほんといね。うるさいな。ねえ、荷物様さん。何か手がかりになりそうなことはありませんか？特にないですね。すいません。どんな小さなことでも話してくださいね。明日も運がいいとは限りませんからね。はい。あ、スタジオにはファンの子供はよく入ってくるんですか？そうでもないですよ。あの警備員のおばちゃん、こううるさい人ですから。でも今日の証言ではよくうろうろしているって。子供たちはトン様が本当に大好きなんです。おばちゃんの目を盗んで入ってきちゃうんですよね。午前中の打ち合わせ、監督もいたんですか？ああ、まあ、トン様と悪大官の動きをつけていただきました。なんで教えてくれなかったんですか？まあ、その撮影所の方から口止めをされてですね。何言ってるんですか？何でも言うけど、なるほど君、まだ新米弁護士なんです。負けるときは本当、あっという間にぽっくりいきますからね。恐縮です。ぽっくりはないだろう。他に何か隠していることはないでしょうね。はい、ないと思います。ないと思いますって、なんだお前、ないと思いますって。ないですって言え、ないですって。 いるし。帰れよお前、帰れよお前。なんでお前いんのここに。帰れよ。一旦じゃああれかな、第一スタジオとかでも行きたくないんでしょ確か。もうなくないっすかそんな。ああもう一緒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 やわ。じゃあもうこれさ、スタッフエリアか。スタッフエリア、でもスタッフエリアもないもんな。調べる。なんか調べたりとかあんのかな。そういうことかな。じゃあいろいろ探してみるか。あ、進んだ学園にいた。なんか なんだ君たちは。爆、あ、怪しい人来たぞ。怪しい人が。これあれじゃない、なんかさ、なんか死んだ時にさ、いたよね。なんか俺が前言ったんだけどさ、この人誰よって言ったんだけど、前ね。その人かな、シルエット的に。あなた。あなた誰ですか？なんかすごく怪しいんですけど。あれか、スラング的な感じか。その、毎回感情入ってんのって。しっけだな。うざい拓也を知らないのかよ。監督だぞ、父様は。僕が作ってるんだぞ。そうなんですか。お前。この二人連続きついな、ちょっと。すいません、なんかその怪しく見えちゃって、いや、いいんだよ。いいんだけどさ、別に。何ですか？よく見ると、あなた。いいね、実にいいよ、萌え。目的にはヒットかな、そのコスチューム。何それ、何それ急に。ついたい、ついって。ついたい。何を垂らしてるんですか、何を。垂らしてんのかい、垂らすかい。キモいなぁ、てか。なんか、うおぉ、みなぎってきたぞ。創作欲が、エナジーか。まあでも、天才だからな。あ、その、姫様。姫様いいじゃん、姫様。性別の壁を越えてるな。あ、いいじゃん。トン様の続編をやろう。小江戸剣士姫様、格。格って使う、そこに。
姫様。なんで小江戸なのよ。小江戸戦士トン様よりスケールダウンしているじゃない。本気になるなよ。てかお前急に出てくんなよお前。あの事件当時のことを聞かせてほしいんですけど。ああ、君か。ばちゃんから僕らのことを聞き出したの。ええ。あの日はさ、午前中はアクションの打ち合わせ。正午から第二スタジオのコテージで会議。もう忙しくて昼飯も食えなかったよ。骨付きステーキですか。ゲッチュ、その通り。なるほど、ゲッチュって何。知らない。とにかく正午から4時過ぎまでずっと会議。プロデューサーやテレビ局のお偉いさんとさ。袋さんが死んだのは午後2時半。今の話が本当ならアリバイ成立だな。てかさっきの物音のこと聞けばいいじゃん。お偉いさんというのはどういう人たちですか。制作局の部長やスポンサー、それにプロダクションの人かな。彼らをみんなリムジンに乗って正午前にここへ来た。リムジン、リムジンってそんな使うもんじゃないでしょう。緊張したよな。その人たちとはずっと一緒だったんですか。まあね、みんな白髪混じりのじいさん連中だよ。く、信用できる証人たちみたいだな。一緒に会議をしていたプロデューサーですけど。ああ、姫神さくらのこと。なんかちょっとグーフィーっぽくなっちゃうな。あの人は天才だよ。すごく怖いけど。ちょっぽれかけたこのスタジオ、俺もは分かんなくなってきた喋り方が。見事に立て直したって。僕にトン様を作るチャンスをくれた大恩人。事件があった日は一緒に会議をしていたんですよね。正午から4時までずっと一緒だったよ。でもお前特に話すことないんだけど。もうどうすればいい。話すことないんだけど。終わっちゃった。だいたいここで話進むのにな。終わっちゃった。あ、でこれであれかな。本気言えば、あんたたち、まだ来たのかい。よう、出た。人化けみたいに言うんじゃないよ。あの、ずいぶん早いお帰りでしたね。あれから警察に連れて行かれてさ、連中トン様の着ぐるみのスペアを引っ張り出してきて、着ろって言うわけよ、その着ぐるみを。そんなもん着られるわけないでしょうが。煮干しさん180センチありますから、そこみんな気づけよ、バカ。気づけよ、みんな。180センチサイズで作られてるさ、その、衣装じゃん。足引きずってんじゃなくて足りてないんだって。気づけよ。着られないって分かったら帰っていいって。そりゃそうか。犯人じゃなくなるからね。バカ、気づけよ。とにかく、おばちゃん、この恨みは一生忘れないかんね。もう口も聞かないんだから。お前。この年でその反応はこう、キモいわ、さすがに。10代とかじゃないと、10代とかの可愛い子じゃないと厳しいだろう、お前その反応は。散々喋ってるくせに。今からだよ。はい、用意スタート。いや、もうキモいわ、お前その年でそれやったらキモいわ。子供か、このおばちゃん。話そうぜ、ババア。あの、おばちゃんが見た子供のことなんですけど。今度見かけたら反対をさ、喋っちゃった。なるほど君、本気で。事件当日にいた、ここにいた監督さんたちのことですけど。今度見かけたら反対をさ。ああ、オッケー。いや、ちょ、おばちゃん、鍵ちょうだい、おばちゃん。鍵ちょうだい、おばちゃん。勝手に触っちゃダメだよ。今は中を調べるな。もう帰れよお前ら。どっか行けよ。もう人倒れてんぞ多分。どっか行けよお前ら。積んでっかな。なんか、あれかな、鍵開いてるってなるのかな。なるかな、鍵開いてるっつって。もうどうしよう。
かいる誰か。いないな。何この時間。次、あ、監督またいるかな、監督。監督。ああ、いる。子供っぽいやついる。まあでもとりあえずね、今回はこれぐらいで終わるか。じゃあ、あざした。